5ヶ月後って聞いた時に、いや5ヶ月で大丈夫かなってすごい思ったし、なんかねすごいみんなにすごい申し訳ないんですけど、あのケミストリーとかの前にあの休んでしまって、すごいなんだろう、カバーとかの練習とかもすごい大変な中みんなすごい頑張ってくれてなんかありがとう、本当にみんなでよかった、本当に地元だよそう、だから今回こうやって200人以上、すごいね、221人もね動員することができてすごく嬉しいし、本当にみんなには感謝の気持ちしかないので、ここからねお家もっともっと大きくなれるように私自身も頑張っていきますので、応援してくれると嬉しいです、よろしくお願いします。はい、頑張った。
まずは今日来てくれた皆さんありがとうございます。はい、前回の9月30日の時は達成できなくて、なんかその時人生で初めて大丈夫悔しくて悔しかったね。なんかリベンジさせてもらえるってなったけど、なんかあの2回目の方がなんか達成しなきゃいけないっていう気持ちが強くて、でもなんか思ったよりチケットが売れなくて、めちゃくちゃ、さっき犬も言ってたんですけど、なんか詰まるたびに誰か泣いてて、なんか本当に不安な気持ちでずっと過ごしてたんですけど、今回こんなたくさんの221人の方が今日日曜日の中集まってくれて本当に嬉しいし、この集まってくれたみんながあの俺ファーストシーからいるんだって自慢できるくらいあの大きくなっていくので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、最後だ、ありがとう。はい、ではまずは今日は来ていただきありがとうございます。はい、さっきねみんなもやってたけど、思ったよりねチケットもね、まあ、いろいろありましたし、まあ、数に見えるのでいろいろ不安はあったんですけど、こうやって今日221人っていう200人をねめちゃくちゃ超える、めちゃくちゃ超える人数の方に集まっていただいて、星の数ほどねアイドルさんが今ライブやっていらっしゃる中で、みんなね多分他に好きな人もいっぱいいると思うのね。でも私たちを選んでくれてここに集まってきてくれて本当に嬉しいです。私は一応 O2 のリーダーでやってるけど、みんなも知ってる通りポンコツなところもあるし、みゆか先生ダメダメだから、大丈夫みゆか頑張れ、大丈夫頑張れみゆか頑張ってリーダーっていう肩書きがある人だ、あるだけの人みたいな感じなところもあったけど、本当に周りのねメンバーにたくさん支えられたり、今日来てくださった H2 の、ね、方にたくさん支えられて、はあ、ここまで来れました。でもまたファースト C だし、200人ってなんかまだまだ全然少ないじゃんって思ってる方もいると思いますし、ここから先ね、さっきモニターにもありましたけど、いろんなね海が待ってますので、最後7個目の海は、外資ホールなので、ここにいる人は絶対に外資来てね、絶対来てね、ってか全部来るんだよ、みんな絶対来てね、最後まで一緒に頑張り切ろうね、よろしくね。ということで、さっきね重大発表でもありましたけど、O2 さんに新メンバーが加入いたします。おお、やったー、ハラハラ新メンバーっていうね、初めてだから本当に私たちも未知の世界なんですけど、あの一応ね今日のこのワンマンライブが4人でねするワンマンライブラストなので、残り1曲皆さんに噛みしめて一緒に楽しんでもらいたいですし、もう一つね発表がございます。私たちですね今年の TIF TIF に出場する争奪戦に参加いたします。これは本当に私たち O2 と H2 が一致団結するものとなっておりますので、皆さんぜひね夏一緒に東京お台場行って楽しみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。